皆さんご存知の通り、事故が3月11日に大地震が起こって、事故がその日から始まりまして、でその20日からですね、長崎大学の山下俊一なる人物をですね、放射線健康リスク管理アドバイザーに迎えて、それから翌日からも安全宣伝のキャンペーンを張り始めて、それから4月に入りまして、広島大学の神谷健二、それから長崎大学の高村昇も同じアドバイザーになって、この3人がですね、揃って100ミリシーベルト以下であれば安全と繰り返して、児童の被爆をですね、強要させてきた、このことで、全国から彼らは批判を浴びているわけですけれど、それは犯罪ではないんだろうかということをはっきりさせたいんですね。福島県ではこの間聞いたんですが、学校で子どもたちやお父さんやお母さんで意識の高い方が子どもに、しいたけやたけのこが給食に出たら食べちゃいけないよと言って、それで子どもが学校に行ってそれを取り分けると、先生が来て食えって言って食わせるんだそうです。ゾッとするんじゃないですか皆さん。こんなこと今起こってるんですよ日本で。どうするんですかこんなこと。それやらせてるのは山下でしょ、背後にいるんでしょう。さっきおっしゃったように文部科学省がいるからこういうことになるんでしょう。どうしてこんなことほっとくんですか日本人は。子供たちみんなで殺してるんじゃないですか。許せないですよこれは。放射線各種でセシウムだとかそういうものばかりが、新聞をにぎわしているんですが、やはり一番怖いのはプルトニウムだと思うんですが、その被害について例えば、劣化ウラン弾の被害が出ているようなイラクだとか、あるいはもプルトニウムだとか、アルファ線の被害が多いと思うんですが、この辺のことについてはどのようにお考えでしょうか。私はプルトニウムよりもっと怖いのは今ストロンチウムだと思っています。これはセシウムとほぼ同量が原子炉の中にあったはずですし、だからそれがほとんど出てないというのは検出してないだけであって、特に海洋に流れた、海に流れているのはとてつもない量だと思います。だからそういうことで言いましても、今の状況で何がどこにあるか私自身も分かんないんです。で特に魚の場合は福島へ今回行って本当に分かったんですけれど、もう日本中に流通してるんです。そういったものが九州へ流れてるんですね。九州なんかで買ったり、なんかとんでもないところで買って、それ西日本の人は安心して食べてるわけです。だから今私もう何が起こってるかはっきり言って分かりません。ただ我々は何にもその意識もなく、こう大丈夫と思いたくて生きてるだけなんだろうな。現実はですよ、今そういう状況です。